どっちゃです。皆さん、お待たせいたしました。ですね、勇気橋本の、19SS が立ち上がりということで、ファーストデリバリー入ってきましたので、ご紹介したいと思います。はい。で、今回なんですけども、結構ね、またボリューム、ドーンと入ってきたんですね。なので、1個でやるとまたちょっとすごいことになりそうなので、2つに分けます。2つのパートに分けてやります。で、今回は一応、カットソーと半袖シャツ。なんで、半袖というふうに、というようなくくりですね。もう一個の方のパートの方は、まあシャツ、長袖のシャツの、まあアウター系っていうような、まあこれで分けて、ちょっとやろうかなというふうに思います。もう今回でね、多分ね、オーダーした分の半分以上入ってきてるんで、ちょっとすいません、もう一つのパートの方は、概要欄から、飛んでください。リンク貼っておきます。はい、よろしくお願いします。で、じゃあ早速ね、紹介していきましょう。はい、前置きはここまでで。まず、はい、プリントティーですね。こちら、一型二色。はい、今期のテーマでございます、バッドデイキャンプという、はい、これがロゴがね、三発パンパンパンと、うん、重ねられてるというような、ロゴティー。で、これもロゴティーなんですけどね、ちょっと違います、今度。はい、裾の方にかけて、縦にですね、プリントが配置されてるパターンですね。はい、一型二色、これも。です。こちらですね、半袖のシャツなんですけども、ボーリングシャツでございますね、はい、こちらのホワイトベースのものとこちらのブラックベースのものですね。黒赤かこの白とこのちょっとまあ青緑というかね、はい、でございますね、はい、この胸のね、これ分かりますかね、これがこれなんていうか分かんないですけど、ハトメというか、あ違うか、これポイントです。はいはい、というような感じでですね、半袖のものがこれだけ入ってきましたので、まあ実際に着てまたちょっとサイズ感等を含めご紹介したいと思います。ではね、T シャツをちょっと着ていきますね。はい、着てみました。どうでしょう。最初に言っておきます。これね、サイズ M です。僕が今着てるのは M サイズで、お値段1万4000円でございます。ちなみになんですけども、これ私個人オーダーしましたから、今年の春夏これ着ようと思います。これ私のものです。私物ってことですね。はい、個人でオーダーしたものです。どうでしょうか。おー、いいじゃないですか。はい、サイズ感とかね、見てください。まあどっちかというとジャストめじゃないですか。僕 M で172くらいですけど、 M でジャストって感じかな。だからなんか特にね、そのシルエットがこうビッグシルエットになってるかとか、なんかタイトに極端にタイトになってるかとか、そういったことはないですね。うん、はい、僕はどちらかというとちょっとジャスト目に着たかったんでね、 M サイズをチョイスしました。で、ここですね、バッドデイキャンプ。まあこれが今期のテーマでもありますから、ピント合ってるかな。はい、バッドデイキャンプでね、これがですね面白くて、デザイナーのね、橋本さんの確か友達かな、友達の人にこの 3D のねグラフィックアーティストの方がいらっしゃると。でその方にデザインをお願いして、これもともと 3D らしいんですよ。 3D で一回このロゴをね、デザインして、でそれを 3D を 2D に落とし込んでるっていうような、そういうようなデザインの仕方をしてるみたいですね、うん、だからちょっと違うというか、なんかね、もう一個の方のプリントの方もより分かりやすいですけど、ちょっとね、3D っぽいというか、普通のなんかロゴを作るプロセスとはちょっと違うというかね、最初から 2D で作るのではないというか。で、ここにこれ多分ね、はい、この RC3 って書いてあるんですけど、これちょっともう名前失念しましたけども、この方と、コラボしてるということで、この橋本さんの思いとして、こうやってなんか誰かこう一緒にコラボして何かを作るっていう時には、必ずそのコラボ相手の人の名前とかそういったものをしっかりこうデザインだったり、まあ、服にどっかに落とし込みたいっていう、そういうような願いがあるっていうふうにおっしゃってて、それがね、このバックの方にこうプリントとしてこうコラボですよっていうのが
こう分かりやすくね、こう、どこかにあるっていうのが、まあ、他のアイテムでもそうなんですけど、まあ、これがそれが一つですね、はい、バッドデイキャンプどうでしょう、いいんじゃないですか。僕は黒ですね。いやー、よくない。うん、ちょっと僕はね、うん、最近ちょっと黒の雰囲気なんで、黒のムードなんでね。いやー、この夏ガンガン着たいかなというふうに思います。デニムと合わせてもいいしね。本当はスラックス、今後あのデリバリーあるね、スラックス、細身のスラックスとかと合わせるとよりねブランドっぽいかな、らしいかなというふうに思いますけども、いや、こういうふうにちょっとこう細身のストレートのデニムとか、いや、かっこいいじゃないですか。ちょっとインしてね、うん、はい、そんな感じです。じゃあもう一つのね、型、こちらの方の縦の方を一応 L サイズ着てみますね。 L サイズ着てみます。はい、はい、着てみました。どうでしょう。こちら L ですよ。 L サイズでこちらのデザイン、はい、さっきは、横にでしたけど、今度縦にこう大胆にバーンとプリントがあると、これもですね、お値段は変わりません。お値段は変わりません。1万4000円でございます。あ、さっき生地の話すんの忘れたな、ボディの。ですね、生地に関してはまあ一般的な中肉のカット掃除かな、 T シャツ地かなというふうには思いますけど、私の印象ですけども、若干しっかりめ、まあ US のねヘビーコットンみたいな、ああいうようなちょっとこうドライ感みたいなものはないんですけども、まあソフトなんだけど若干ヘビーかなというような感じ、ちょっとしっかりしてるなっていうか、うん、なんかそういう印象があります。はい、L サイズ。なんで私は別に M でも L でも多分いけると思います。本当お好みというか、私くらい の体型だったら、まあ、もっとこうゆったりざっくり着たいよって方は L でもいいし、ジャスト目だったら M がいいし、どっちでもいいのかなと、うん、こっちはこっちでいいんじゃないですかね。縦にバチッとここちょっと大きめにプリント入ってますし、なんならねこの裾のここまでプリント入ってますから、ここまでキワッキワまで入ってて、うん、ちょっとこうなんていうの、バーンみたいなパーンみたいな、パンパチンみたいな感じの、うん、そういうちょっとこうなんかモーションを感じられるようなね、こう動きがあるような印象があるじゃないですか。こう縦にこうあってね、でこのプリントもちょっとここで途中でほらキャンプの M が途中で切れちゃってるみたいな、ちょっと流れるような感じのこうモーショナルな感じがこっちはありますよね。だからちょっとまた印象は違いますね。うん、こっちはちょっとネオン感のね、ネオンのサインみたいな、なんかこう闇に浮かび上がってくるって感じがするけど、うん、こっちはちょっとまたこう流れる感じでシャーみたいな、うん、なんかそういう印象がありますよ。はい、そんな感じでございます。ではね、半袖のシャツ着ていこうと思います。はい、着てみました。どうでしょうか。かっちょいいよ、これ。かっこいいですね。やっぱりシンプルに。はい。僕が今着てるのは46というサイズです。46ですね。で、お値段がいくらか。36,000円。お値段36,000円でございます。はい。ボーリングシャツでございます。黒ベースの方着てみました。どうでしょう。ね、シルエット的な話をすると、ボックスシルエットですね、これは。うん。身幅もまあ大きいんですけど、丈がそれに比べてちょい短めで、ボックスシルエットですね、うん、でまあ袖はちょい長めと、袖はちょい長めと、で肩もちょい落ちるというか、はい、そんな感じでございます。どうですか、このちょっとグロッシーなね、テカテカツヤツヤ光るこのツルツルのね、まあ、サテン生地、うん、いいんじゃないですか。ほんとサラって感じですね。ただね、この生地自体はちょっと地厚かなっていうイメージですね、私の印象ですけど、若干ね、若干しっかりめ、このなんかこの何動いた時のこのね、後ろの裾のこの揺れ動きわかるかな、なんかこれが良くないですか、ちょっとこう揺れるというか、うん、まあ生地のねこうちょっとドレープというか、そういうのがあるのが結構僕は好きですね。これもやっぱね、黒のスラックスとかでね、ちょっとモードっぽくバチッと着たらより雰囲気が出るかなと思いますけども、まあこうデニムでね一発外してもまあいいかなと、うん、思います。でまあ、はい、さっきも言ったようにここがね、一つのポイントですね。ああ、ピントはえ、OK、
ちょっとこうダークレッドっぽい感じですね。カメラでは結構明るくね、真っ赤に映ってるかもしれないですけど、色味的に言うとちょっとねダーク、ワインに近いようなちょっと暗めの赤です、これは。うん、って感じですね。でこれもですね、ほらまたコラボしたその橋本さんのご友人のこの、これ多分ね、もともと写真なんですよね。写真をこういう風にタグで表現してるっていう、これウジンって人だったかな、ウジックって方と、まあこれもコラボしたんですけど、その方のねこの作品、うん、をまあここにアートワークとしてここに落とし込んでると、まあこの方とコラボしましたよっていう、はい、それがまあここにタグというかね、感じでパチッとここにあると、はい、そんな感じでございます。いや、いいですね、シンプルにかっこいいですね、シンプルにかっこいい。うん、せっかくだからこれ白も着てみますわ、ちょっと着てみたくなってしまったんで。はい、どうでしょう、白の方も着てみました、また印象が違いますね。ちなみにサイズは同じです、同じ46のサイズを着てみますね。ちょっと前開けてみました、今回は。すみません、中のインナーが真っ黒なんであれですけど、ちょっと、前開けてもいいですね。うん、前開けるとよりなんていうかなちょっと何ルードな雰囲気が出るというかね、前開けると、うん、ちょっとこうギャングスターじゃないですけどチンピラっぽさがね出るかもしれないですね。ちょっと印象が変わるかもしれないです、前を開けると、うん、どうでしょう。僕はね結構こっち白も好きなんですよね、白でパキで、この色味伝わるかな、ピント合ってるよな、この色味がね伝わるかな、このねグリーンとブルーグリーンみたいなこういう色なんですよ。ちょっとねカメラ越しにどうか分かりませんけども、青みがかったグリーンっていう感じ、この色味もね結構好きです。私はあんまないじゃないね、うん、このちょっと艶といい、あ伝わるか、あね、はい、そんな感じでオープンカラーで、うん、こっちもいいね、白パキーで、なんかより夏っぽさこっちの方があるかなと思います。ちょっと爽やかさというか、こっちの方はちょっとこうなんていうの、ダークな感じでちょっとモードっぽいかもしれないですけど、こっちよりちょっとこうライトな爽やかな感じがまた印象違っていいですね。はい、そんな感じで、一応ですねこれ半袖パートですか、カットソーと、うん、着てみました。まあね、私自身もね非常に楽しみに待っていたデリバリーでしたので、皆さんもねそういう方多いかなというふうに思います。ぜひね、今年の春夏のシーズンは、まあ、勇気橋本で、決めてね、これぞ最先端であると、いうような形で、まあ、私もね長野からガンガン押していきたいし、まあ、自分も着るしね、なので、まあ、ぜひ、チェックして、今後もチェックしていただきたいなというふうに思います。はい、例のごとくですね詳細は概要欄の方に貼ってありますから、そっちの方から、飛んでみてください。基本的に再入荷はございませんのでご了承ください。はい、そんな感じでございます。ではまた、もう一個のパートも絶対見てくださいね。